ポール・ランジバンは、フランスの物理学者、パリに生まれた。物理、科学学校と高等師範学校で学んだ後、ケンブリッジ大学に進み、キャベンディッシュ研究所で、ジョゼフ・ジョン・トムソンの下で学んだ。その後、ソルボンヌ大学で、ピエール・キュリーの下で1902年に学位を得た。1904年、コレージュとフランスの教授となった。1926年、 パリ市立工業物理科学高等専門大学の校長になった。1934年科学アカデミーに選ばれた。常時性や半磁性の研究を行った。原子の電子構造から磁性の起源を説明した。1917年水晶の圧電効果を使った水晶振動子を開発し、超音波を初めて発生させることに成功。 これを第一次世界大戦中に潜水艦の位置の測定に用いる研究を行ったが、戦争中に実用化することはできなかった。ランジバンはフランスにおいて相対性理論を広めた一人である。また、ソナーの開発者としても知られる。1910年、マリキュリーとの恋愛が発覚した。1928年に王立協会の外国人会員となり、 同協会から1940年にコプリメダルを受賞した。1934年にサハチ識人によって結成された反ファシズム知識人監視委員会の副会長を務めた。1940年10月30日、反ファシズムの発言のためにゲシュタポに逮捕された。翌11月に学生の抗議運動が起こり、さらにジョルジュ・ポリツェル、ジャック・ソロモン、 ジャック・ドクールルら共産党の知識人が自由大学が身を地下出版し、ランジュ版の逮捕に抗議した。38日間にわたってサンテ刑務所に拘留された後に釈放されたが、1942年にジャック・ソロモンがゲシュタポに逮捕されて重殺刑に処され、ついで娘エレーヌがアウシュビッツ強制収容所に送られた。一旦スイスに亡命した後、戦後に帰国。 1944年から1946年に死去するまで人権連合の会長を務めた。1946年12月19日、パリにて死去。1948年11月17日にパンテオンに行使された。ありがとうございます。